赤い狐の聖者に挑戦です。トレジャーボックス使うの忘れてて二度目なんだぜ。ではゴー。どこかに立っている大きなお城。ここをクリアすると新キャラがゲットできるのだ。いきなりの強敵だが臆するなにゃんこ軍団。いつものパターンで抑え込むぞ。敵はスーパーヘビーウェイト。肉弾戦において体の大きさは重要な要素だ。だがにゃんこ軍団。お前たちは最強の種族だ。大きな相手にもひるまず進み続けてきたからこそ今がある。敵はスーパーヘビーウェイト。今回ニャンピューターは使わないため私の指先にこもる熱気はすごいことになりそうだ。難易度はやはり高そうだ。だがこれを攻略してもさらに難易度の高いステージはたくさんある。難易度は確実に上がってくるのだ。時間がかかるため倍速号。4倍速でお送りしております。すぐにボスが出るため倍速終わり。今城の奥にいる赤いやつ。やつが今回のターゲットだ。一度目は確率で取れなかったのですが今回はトレジャーボックスを使用。勝てば 100% 入手できます。絢爛豪華な城の中、綺麗に磨かれた床の上を猫が土足で上がり込む。それを見て怒ったのか城の主人が現れた。どこかで見たことのある風貌だ。なんでもニャンダムとかいうやつが次元の狭間に巻き込まれ子供になったそうだ。若返ったのか。そんなことができるなら私も次元の狭間に行ってみたいぞ。いや、予想。逆に歳を取ってしまっても問題だ。何事も過ぎたことから逃れられない。ならば今を生きよう。光を多く取り入れるためか、窓が多いこの広間。舞踏会の時間には早いが代わりに舞踏会を始めよう。高い天井は大型ユニットを出しても余裕がある。音楽の代わりに流れるは激しい怒号。時間がかかるため倍速号。相変わらず有効な手段を持ち合わせてはいないにゃんこ軍団。だが音楽が流れ出し戦いの火蓋が切られた今戻ることはできない。戦いの中途中降板なんてスマートじゃない。さあ奏でよう戦いの音色。さあ踊ろう。互いの肉体のぶつかり合いを。舞台は広い。たくさん集まっても余裕がある。作法など気にしなくていい。踊りは楽しんだ者が損をしないのだ。踊るアホーにいるアホー。同じアホーなのだから楽しめ。舞台の裾に背をもたれかけ壁の花になることはない。たくさん集まったのだ。一人離れて見ていることなどない。せっかくの舞踏会。何もしないままで帰るなんて寂しい思い出なんか作る暇があればパートナーを見つけ踊ろうじゃないか。綺麗に踊れなくてもいい。ただ音楽に身を任せ体を動かしていればいい。それだけのことである。多少の不作法は愛嬌というもの。そう、楽しむために今これだけの数が集まったのだ。文句を言ってばおしらけさせる奴など誰もいない。心の赴くまま踊り表現すればいい。これは神事ではない。互いの存亡をかけた魂のダンスなのだ。曲は終盤に差し掛かり激しさを増す。ステップは増し、場の空気は一気に熱を帯び始めた。この熱は簡単には下がらないだろう。会場は文字通りヒートアップしているのだ。熱はダンスの後にも余韻を残すだろう。興奮という熱気は簡単には冷めてくれないのだ。だがここで一時的に熱が冷める。主が舞台から降りたためだ。ジェンヌの一振りに主はダウン。だが舞踏会はまだ終わらない。集まった者たちはまだ踊り足りないのだ。副陣も神地も主がいようがいまいがお構いなしにおのおの踊り続ける。いつから始まったのか、いつ終わるのか、忘れたしわからない。不器用にも踊る者たちは何者かに操られてるかのように踊り続ける。そう、私の指先で踊っているのだ。タッチ操作がかなりしんどいぞ。ひょっとしなくても踊らされてるのは私なのか。踊っている目に見ているからどんなアホなんだ私は。完全勝利。疲れました。お前が踊らされてたって落ちかよ。ふっし。ほらご挨拶。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。まだまだストーリーは続きます。ネタがあるっていいことだな。